リーガのカリスマ左フッター、久保にサッカーを、竹久保はサンティアゴベルナベウでキャリア最高の状態に戻り、レアル・マドリードと対戦する。イマノル・アルグアシルのレアル・ソシエダでチャンピオンズの純粋なカリスマ性と異なるサッカー。竹久保は今シーズン、ビッグネームの一人となった。彼の才能とゴール前での顕著な向上により、彼はリーグ最高の選手の一人となった。 彼はシルバと共にこれまでの地位を築いてきましたが、カナリアの対談によりさらに大きな責任を負うことになりました。ラリーガの最初の4節で3ゴールと1アシストを記録し、彼はスペインサッカー界で最も重要な進行スターの一人としての地位を確立した。しかし、レアルソシエダに関心を寄せている久保は彼だけではない。昨シーズンの最初の数ヶ月から、彼は兄のエイジと家をシェアしている。 2007年に竹より6歳年下に生まれた彼の家族は、彼とスペインに到着して以来、レアル選手の世話を担当してきた母親と共に、サンセバスティアンに定住することに決めた。3人は家族の中核を形成しており、日本に住んでいた父親が行方不明になっている。居住地を確認する前に、英二はズビエタで同年代の士官候補生レベルの少年らと共に、数日間訓練を受けた。 それらはテストではなく、少年が故郷に戻るか母親の希望通りスペインに残るかを決めるまでの間、ただ自分を楽しませるための手段だった。これらのセッション中、彼は最初の瞬間から彼の資質に気づいた技術者たちの称賛を呼び起こしました。